これは1970年代の航空写真です。この頃、鳥取県の倉吉駅から山森駅を結んでいた倉吉線が存在していました。この倉吉線は1985年昭和60年4月1日に全線が廃止されています。今回はこの倉吉線を飛んでみたいと思います。倉吉駅は現在より南側にもレールが存在していました。この辺りに上灘駅がありました。この辺りに宇都吹駅がありました。この辺りに西倉吉駅がありました。この辺りに小鴨駅がありました。この辺りに上小鴨駅がありました。この辺りに関金駅がありました。この辺りから残ったレールが見えます。この辺りに耐久寺駅がありました。この辺りが竹林やトンネルのある部分です。本動画では見えません。山森駅です。線路のある付近に
キハ58を走らせてみました。倉吉線廃線跡でした。